おはようからお休みまでですね。まさに。いや、事件は解決したの？難しい感じだな。すごい。これフルボイスだったらね、漢字が難しくても子供でも読めるんだけどね。これは便利ですね。まあ、最近のね、ゲームってこういう便利さが当たり前になってきてるけどね。これがすごい便利だよね。あれ、ルーファクって毎回これあんのかな？俺ね、全部やってるわけじゃなくて、牧場物語と違って。ルーファクトリーは、オーシャンズはやって、だけど他は2作品ぐらいしかやってないからね。マップで Y ボタンを押し、なるほどね、まあ、どこにも行ったことがありませんが、マップメニューリブバース、ね、なんもないね。お、あ、なるほど。おお、3人いる。行ったことある場所は誰が行くかが分かるのかな。でも会ったことある人はどこにいるかわかんのかな。そんな感じかな。いや、意外と広いけど、もうワープできるんだったらありですね。こいつ座っているというね。こいつ話してみるか。メイキングってやつはここじゃねえのか。まあ難易度はね、よっぽどのことがない限りはノーマルかな。あまりにも敵が弱かった。宝物開けていいんすか？え？え、どういうこと？これ、え？島は X？ いいんすか？これ、え？え？やっちまったか？やっちまったか？これ。これも収穫できそう。まず水あげてからか。あれ、なんだろう。育ちに違いがあるのかな？水あげたよね。大きくなれよ。おお、素早い。
気持ちいい。これでこういって、あと3つだもんね。やっぱこのままこっちに薬を返すと楽か。種が買えるんだったらもっとね、広くしてもいいですね。これこうやったらどっち、あ、そっち行くか。無駄なルーン使ってしまったな。あー、トマトだって。え、なんつうの、レベル1が9個ってことかね。チー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 ってやる。春から夏にかけて、夏から秋にかけて、今春なんですけど。今春なんですけど。今春なんですけど。育ちやすいだけかな。ああ、そうだね。だから株神さん一年中いけるってことよ。オッケー。装備するってことか。で、持つこともできるんだ、これ。これ B ボタン連打で。え、どういうこと、どういうこと。あ、4つ巻きができるのか。あ、縦巻きできる。連射だな、これ、やっぱり。オッケー。とりあえずこれで。ただね、最初はこの挨拶だけ終わらせちゃいますか。お？ムービーじゃないけど、あ、これ武器屋だったら。いや、イケメンがいいね。登場で短いムービー全部ありますね。候補たちはね。いやー、早く武器が作れるようになりたい。伝言ゲームかよ。違いますよ。新人です、シード。ああ、ばあさんたちが噂してた新しい主任か。ばあさんたち。俺は鍛冶職人のドグ。こっちは弟子のマーティンだ。マーティンだ？嘘やろ。記憶がなくて大変なんだってな。あ、何か知らんだってやりたいが。語尾がカタカナの人でしたか。なるほどね。お、いきなりか。おい、武器を作る、槍を作る怒られそうだ。
なるほどね。鉄だけでできるんすか。ブリネ23。わかんねえな。え、もう何もしてないっす。師匠、何もしてないっす。そんな不思議な世界あるかい。なるほどね。家事免許と家事代手に入れる。メイキング。はあ、これか。残ってるんだが、ここもしかしてそっと家事できるか。そっと作ることはできない。なるほど、今回だけの特別か。師匠いねえじゃねえかよ。裏手か。なるほどね。デリケートな問題を抱えた当人を前に嬉しそうにするもんじゃない。なんか不思議だね。 3D も立ち絵も両方同じぐらいの大きさで出ると。雑貨屋もやってんのかい、探偵が。あんたとも仲良くしたいな。はい。あの、僕とも。もちろん。よかった。ありがとう。やべえ、セシル君押さねえ。雑貨屋ね。今日オープンしないのかな。あ、ああ、え、釣り竿売ってるんですけど。あ、まだ無理なんかな。ルーンファクトリーといえばね、釣りで大儲けっていうね、いい記憶しかないですね。金が欲しければね、農作物ではない。
釣りなんで。農作物は、お、ここはパン屋。あのメガネを頭の上にかけられるのか、本当ですか、ゆきさん。昔海賊やられてましたか？パンを買わなくてもいいから、お話をしに来ておくれね。私は噂話。この人は冒険団が大好物なのよ。なるほど、話せるようになるのか？それで売られるパンが増えたりするのかな。はい、なるほどね。僕はパン食べたいんですよね。100円持ってますけども、終わってからだよな。なかなか自由が。何軒行くの俺。これは長くなるぞ。え、何？改めて、そうか、紹介ムービー入るよな。なるほど。それだけで。あ、ここを逆走すればいいわけじゃない。消えたジュリアン。さよなら。よし、ここ何やだ？あ、信用所ってことは、村長じゃん。Thank you.
錬金術やってみたいね。薬か。よし、あと、いや、一軒じゃねえ。すげえあるな。ここは何だ？旅館、あ、旅館ね。オーシャンズにも旅館あったね。温泉タダで入れてくれるっていう噂を聞いてますよ、僕は。ヤクモさん。村子もでしたね。いやーでもね、村久保さん、このゲーム時間制限あるんですよ。あんまり無茶できないっす。へえ、すげえ。それはすごいね。一発満タンなんだ。見習いはただって聞いたから、熟練してきたら金取られんのかな。その頃には金持ちになってることだろう。忍びのものか。違うよ、お客さん。今のは、あんたも一緒に出るのかよって言ってくれなきゃ。ちなみに、おじさんはクリスタルショップの店長。ハインズね。いや、彫りが深いけど面白い味だったな。あ、これで、あ、行ったことあるとこには、ああ、やっぱわかるんだね、人がいるの。行ったことある場所なのか、会ったことある人なのかは、わかんないけど、でもここで出てないということは、行ったことある場所なのかな、おそらくね。ここも行ってないもんね。最後これでしょ？あれ？最後、坊ちゃんを捕まえる予定だったのか。ここなんだろう？体育か。ほぼ。土日っていうかさ、
あ、祝日？祝日も営業してんだね、朝は。すごいね。おお。でかい。圧倒的美青年が出てきましたね。いい職場だな。よし、あと一個かな。よし、着きました。ガンマンか。これモココボコれたんでは。
バーガー。これがラストだ。やったぜ。あいやー、まさか種を植えることできないとは。あの宝何なんだ一体。そういう話を聞いてから残りもらおうと思ってたけど、いいんすかね、いただいて。夜型か？なんだろう。パジャマに着替えるのは細かくていいっすね。報告、翌日でよかったんかい。お、なに？睡眠スキル、レベルアップ。そしたらね、今日は、ここまでということで、まあ、初回だったんでね、紹介とかもあって、長かったですけれども、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次回も、よろしくお願いします。それでは。Thank you.